こんにちは。テンバーアカデミー、堀秀夫です。今日は、テンバーアカデミー成果報告をね、会員さんで、自主的に売上やら、やったことやら報告していただくチャットがあります。こちらやっぱり報告していただいてですね、いろいろ相談して、報告、成果報告にアップしても OK ですというのでいただいている方は、やっぱり結構数字の伸びが著しいケースが多いです。で、今回はですね、普通のおもちゃじゃないんですけど、ちょっとジャンルを絞って取り組んでる会員さん。で、結構ね、最近まめに報告いただいてて、この3800ドルと、4700ドルっていう、報告がですね、同じ会員さんが、10日で1300ドル成果が増えてるというのをいただきました。これがですね、9月28日にいただいた報告。そしてもう一つが、9月28日、もう一つが9月17日ですね、の報告です。でね、ここまでで、結構伸びてますね、なんて話をしてたんですけど、そうこうしたらですね、今度、1日で300ドル売上を伸ばして、5000ドル突破しましたという報告をいただきました。ここからはね、あれよあれよという間に増えまして、5000ドル突破しましたという報告をいただいたのは13日前。だったんですけど、それがですね、今度は6000ドル突破しましたと、わずか13日間で1000ドル上乗せされてます。これでね、これでもすごいんですけど、さらにさらに、そこから2日後ですね、今度5000ドル突破しましたっていうのが2日経ってますね、15日前になります。で、2日前に6000ドル突破しましたと報告いただきました。そして本日7000ドル突破という報告をいただきました。これね、アマゾンリストの場合、商品さえ入れとけば、アマゾンがね、勝手に売ってくれますんで、で、実はアルゴリズムの変更で、私が進めてる FBA で販売しましょうというのがね、アルゴリズムの販売変更にガチッとはまりまして、売上がここ数日スルスルと伸びました。これ別にね、会員の皆さん煽るわけじゃないんですけど、ただ、普通にやっていて、うまく流れに乗ればですね、もう本当に1ヶ月で売り上げが倍になるとかね、1万ドルもいってなかったのがホリデーシーズンだけで3万ドル突破するとか、いくらでもそういう例はありますので、何しろ、報告いただきながら、うまくいかない場合は報告いただきながら、そして、これやりましょうと言ったのをね、どんな進捗なのか報告いただいて、商品入れて自然にやっていけばですね、かなり稼ぎやすい状態になってます。実はここ2ヶ月ぐらいですね、FBA じゃなくても自己発送でも売れるようにちょっとアルゴリズムが変更されちゃったんですけど、それがまた FBA じゃないと売りにくいという形にアルゴリズムが変わってます。そんな形でホリデーシーズン、商品を入れとけばですね、売れる商品を入れとけばガンガン売れますんで、数字は一気に伸びます。ここから1ヶ月間、頑張って商品の補充を続けてください。以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。